熊谷直家は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将、御家人、熊谷直真の長男。通称は小次郎、兵、永康氏法名は関連。自称、樹栄の乱に父の直真と共に加わり、自称八年の一の谷の戦いに参加。この戦いでは、父と老頭一人の三人組で、兵家の陣に一番乗りで突入し、 平山基重ともども内ちに仕掛けている。文治5年の欧州藤原氏の政党では、主君の源の頼朝が、本庁無双の勇士なりと称賛した。研究3年、父が、王王子の公家直光と、所領争いに敗れ出家するに及び、家督を相続する。不祖以来の武蔵区に大里軍熊谷座を領し、上級3年の上級の乱では、幕府軍として出陣し活躍するが、 着死、直国が、宇治、瀬田において、山田重忠だらと戦い打ち死にしている。ただし、近年の研究では直国は、直家の実施ではなく、上級の乱で、上皇軍に加わった、大見熊谷氏の熊谷経典が直家の着難で、あったとする説が出されている。同年8月に53歳で死去。母書は、埼玉県熊谷市熊谷寺にあり、父母の隣に眠っている。 埼玉県熊谷市熊谷で近年の研究のように、直国が直家の実施ではなく、着難が定定であったとすると、当然なオイの子供世代の兄弟関係は変わると推測されるが、それを明らかにする資料は現時点では見つかっていない。ありがとうございます。